最近シザーズフォレストの運送ルートを通行中の車両が頻繁に襲撃されています。襲撃部隊は付近にあるエムロードの軍事施設であるクレグ要塞から派遣されているようです。我々としてはこれ以上被害を出さないためにも断固とした報復を決行します。地上部隊による戦闘では当社の被害が大きいと予測されるので爆撃機を利用した奇襲作戦を取ることにしました。そこで爆撃部隊に先行して作戦の邪魔になる対空砲台を全て破壊してください。本作戦は時間との勝負です。可能な限り迅速に行動してください。ではよろしく。メインシステム戦闘モード起動します。爆撃機到着まで時間がありません。急いでください。